皆様こんにちは、笹沼たつきのアーティストツリー、今回も本当に素敵なゲストをお迎えしております。華道家の狩矢崎翔吾さんにお越しいただきました。今実はパリとこう2つ拠点を持って生活してるんですけれども、素敵なことですよね、パリと。 それでパリにも一応、あのチェロを置いているので、自分の楽器を。そうなると、まあ普段のね、あの演奏、こうちょっとした演奏会とかレッスンを受けたりだとかっていう時は、そのパリではそっちの楽器を使うので、そうすると何も持たないで行くので、はぁ楽っていう。そうですか。差し支えない程度にどの辺にお住まいでいらっしゃいますか？僕は今ブローニュに住んでいて、だから住所はパリじゃなくてブローニュなんですよ。そうなんですか。あのロンシャンとか、あのローランギャロスっていうんですかね、あのテニスのコートとかがある。そうですか。凱旋門とかね。そうですね、それもありますし、ですよね、それももう本当に、あの面白いつながりで、狩矢崎さんもあの軽井沢にもね、あの、お住まいですよね。いや、住んではいないんです。別荘があるだけなんですけど。別荘でもね、あのパリのね、そのブローニュ森じゃないですけど、ケント長野さんっていう指揮者の方、共演されたことあります？共演はしたことないです。そうですか、はい、すごく仲良くさせていただいていて、家族ぐるみで、であの奥様が児玉、真理さんとおっしゃるのね、はい、であの妹さんが児玉桃さんとおっしゃるのね、であのよくね、あのパリのアパルトマンにあの遊びに行かせてもらうんですよ、そうすると多分最上階なのね、でバーンとワンフロア全部なんですよ。すごいんです。でそこからね、あの凱旋門の近くなんだけど、ブルーのみんながバーンと見えて、でやっぱり屋根裏みたいなのがあって、そこがメイドさんが住んでたっていう ね上はそうですね、昔はね、もう今メイドさんが使ってないけど、でそこに衣装のケースとかあったりとかして、ケント長野さんと、もうなんかね、やっぱり指揮者って、うわーってまた音楽家って、うわーってね、なんかんで、メシアン、の、使ってらしたピアノっていうのが奥様から、でマリさんにって寄贈されたっていうのがあってね、すごい、なんかね、もう肌でそういったものを感じますよね。やっぱ音楽家ってね、大作曲家がみんなね、もう占めてる、そういう方々と現代のね、音楽家なんかの方とちゃんとも交流が終わりになって、でそれが今につながってるっていうのはすごいことだなと思いますけどね。ある意味やっぱパリはこ、あのコンパクトなので、そうやって音楽家とかがこう集合しやすいというか、こう不思議な縁も生まれやすい感じがしますし、僕もそのブローニュで今、あの実はまあ下宿というか、そんな形であの滞在してるんですけれども、それももともとはあの日本のまあ軽井沢であのたまたま知り合ったあのまあマダムと、その旦那様がもともとはあの今も2拠点であの住まれていて、でパリにいるということ でそのタイミングで僕もパリに拠点を持とうとしてたという縁があって、それで今はそこでも完全にパリのママとパパみたいな状態になってるんですけれども、でもね、やっぱりあの音楽家の方ってね、もう特に日本人なんかは割と海外でね、留学されて、でいくつかコンクールなんかでね、あの賞を取られたりしても、結局日本で活躍の場がっていうような方が割と多いでしょ。そうですね、だからそういう点はもうせっかくね、海外でね住んで、それでまたねそういう活躍の場があるわけだから、もう日本だけにいないで海外でね、もう いっぱい活躍していただきたいなってすごく思いますよ。そうですね、やっぱりこう、あのそれこそさっき COVID の話が出ましたけれども、その期間こう僕たちはこうくすぶってたというか、溜め込んでいた部分もあって、今ようやくあのみんなそれぞれいろんな場所であの、ね、やりたいことをもう存分やってる感じなので、それがねずっと続いていけばいいかなというふうに思っております、はい。で今日はせっかく狩矢崎さんにお越しいただいてますので、華道のお話とかも、ね、あ、そうなんですか。あのそっち僕実はね、興味ありつつも、やっぱりもう
全然知らないことばかりなので、うん、でまたその華道と、はい、音楽のこうコラボレーション、まあ、他のアートとのコラボレーションもされている中で音楽とも特にこういろいろなあの活動されていらっしゃると思うのでそこら辺もあの伺っていけたらなと思うんですけれども、はい、私ね、はい、もう本当に小さい頃から、はい、あのデザインをするってことがすごく好きで、うん、もういろんなものに興味を持ってて、うん、あのさっきね話したんですけど両親がやっぱりよくね旅行に連れてってくれたんですよ、うん、で父がまあ建築の仕事してたんで神社仏閣、うんうん、それからいろんなあのそういった図面なんかがね家にいっぱいあってそういうの見るのも好きでしたしで庭ももちろんつながってたし和の空間洋の空間両方すごく興味がありましたしそれから美味しいものをいっぱいいただいたしでまた音楽っていうものがねあの生活の中で、はい、もういつもいつもねあの欠かさないものがあったんですけど、はい、やっぱり美しいもの、うん、で、母はやっぱり着物をずっと着てたんですね。あ、そうですか。まあ、今からもう60年ぐらい前だからねみんなその当時は着物をよく着てたんですよ、はい、だからあの幼稚園小学校中学校高校大学ってね入園式卒業式でね入学式ってあると、うん、必ず家族なんかで撮ったりするじゃないですか、うんうん、その着物全部違うんですよ。だってねまた言い出しちゃうけど、はい、普通のサラリーマンで専業主婦だから ね、うん、そんな裕福ってわけでもないのに、いや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 、でもやっぱりそういう具合にあの工夫をして、うん、なんかこう美をね手繰り寄せてで生活の中で楽しむっていうね、うん、音楽ももちろんそうですよね、うんうん、でそういうあの生活に自分もね小さい頃からね、うん、環境がそういうものだったので、うんでいろんなものをデザインするようになって着物をね、はい、実はもう今から20年弱になるんですけど、はい、着物のデザインをするようになった。それはお花をねずっと生けてて、振袖っていうのがありますでしょ、はい、で狩矢崎さんの花の作品を振袖にね、はい、生かしてであの作ってみたいんですっていうオファーからーで振袖がもう今から十数年前にバンバン出たんですよ。バンバン出るんですか？で今も出てるんです。振袖って振袖は、うん、ほら皆さん二十歳になると、はい、お嬢ちゃま方は必ずほとんどの方がお召しになるわけよ、はいはいね、だから、もちろん今はね貸し衣装レンタルなんてのもありますけど、うんうんはいまあ、大体の方は振袖は購入されるんですよ、うんうんうんでもういろんなデザインを毎年毎年作っていまだにそれやってるんですけど、うん、でそれから、やっぱりパロあのお母様とかおばあちゃまがね、お求めになるんで、うん、じゃあ自分も着たいっていうことで、訪問着付け下げ小紋帯っていうことでそういうのやるようになったんですよ、うん、だから自分で帯作ってデザインして作ったものを舞台衣装なんかに作ったりとかしたっていうのもあるんですよ。そうなんです、まあ、そんなのもあったりするし、ガラスなんかはもちろん自分でデザインをしたりなんていうの、はい、ガラスのデザインガラスそうですガラスね、はい、あのパリで買えますよ私のそうなんですかデザインしたのドームっていう会社があるドーム、はい、ドーム社っていうのが、エミール・ガレって有名ですよね、はい、でそのガレの工房にずっと、ね、あの働いてた方が独立をされて、うん、ドームという工房を作ったんです、うん、でそこのドーム社っていうのはピカソとかダリとか、はい、そういう、ね、アーティストにデザインをしてもらったものを、販売をするっていう、うん、そういうセクションもあって、狩矢崎さんでナンシーで、ね、デモンストレーションしたことがあるんです。でナンシーが動物社 の、うん、あの本家本元だったんでそこの方があれこれは面白いで、うん、でデザインしてみませんかっていうところになってデザインさせていた花鳥風月って言いまして、はい、このカエデと、はい、それから鳥これをね一つの壺にデザインをして、うん、パート・ド・ベルって手法なんですけど、うん、で色を4色にして春夏秋冬で四季を表現をする、はいということで、はい、で金をちょっと施したいなんていうのは、はい、未だにギャラリーラファエットだなんだかんだで売ってますよ。ドームス のお店だとぜひ行かれて行きます購入して四季は一つのこれに、はい、そうで春夏秋冬同じ方なんです色が違うんです。あそうなんだ。そうパート・ド・ベルってねちょっと特殊な技法なんですよ。ギャラリーラファエット行けばありますよドームス。それはもうぜひ、はい、スランタ、はい、ありますよサマリテーヌね
前素敵だったねサマリテーヌってう、ね、もう今ホテル高級ホテルになっちゃってねもう泊まれこないけど ね, もうね、うん、でも屋上がねすごい好きだったのね。もう絶対僕より金崎さんの方がパリも詳しい、うん、パリも 大好き。またパリの話になっちゃうとあれだけどね、はい、パリの話で、まあ、そんなこんながあってデザインが大好きで、はい、それで池花もね、はい、今もういろんなことやらせて、うん、だからねデザインするってコラボが多いんですよ。そうですよ ね、うん、で着物も自分ではなかなかこうね、下絵を描いて、はい、でね染めたり、ね、うん、それからまあ刺繍したりやらないのでいろんな作家さんにコラボレーションということで、はい、こういうの作りたい、ああいうの作りたいってご依頼をして、うん、出来上がったもの全部が刈谷崎省吾着物の世界というブランドの一つという具合にしてるんですよ。すごいな、やっぱなんかもうアクティブすぎて、うん、だから言葉が出てこないです、ね、自分でね、そういった着物を展示して、はいはい、でね、コラボレーションなんかしたりもしますよ。だからピアノの方が、リサイタルを開くようにピアノ弾かれて、はい、で途中で、パフォーマンスで着物、はい、そのピアノとそれから私の華道というのを、ね、合体させてパフォーマンスをで最後にはピアニストの方とだと連弾とかしたりとか、あ、カリナちゃんとあすごい、そうなんです、そうなんです。藤子ヘミングさんとも連弾でちょっとしたコンサートやったことありますよ昔。それは、はい、藤子さんもそのパリで、はい、すっごいの本当にもうずっと昔から仲良くしてるんだけど、たまたま本当に行くようも一切行ってないんだけど、うん、ちょうどあそこの市役所のところの四つ角のところでばったり会ったんですよ、藤子さんに。ばったりばったり会ったの。どうしたのって遊びに来てんですよって、うん、じゃあいらっしゃいよって言って、はい、パリの素敵なお家に伺ったことなんかもありますよ、はい、猫と犬ワンワンいましてね、いいですよ。もちろん東京の、ね、下北沢にあるお家もそうだし、はい、京都の、ね、町屋も改装されたし、素敵なのいっぱい持ってます。だから、音楽家の方ってね、もう海外にいっぱい行かれるでしょ、はい、で拠点もね、はい、パリにもあるとおっしゃったけど、なんかいっぱいお家持ってる方って多いですよね。あ、確かにそうですね。いいですよね。確かになんか素敵、ね、国内だけじゃなくてなんかやっぱね、西洋の、ね、音楽っていうものをやってる以上は、うん、やっぱりあっちの、ね、空気をっていうのが、そう、ね、そう、絶対必要ですよ。そこがじゃあ どう違ってくるんだって言われちゃうと、言葉で説明しきれない部分もあるかもしれないですけどね。全然違いますよ。やっぱり違う部分もあると思うので、やっぱりね、海外で生活してる方の音楽と、うん、まあ、これ言っちゃうと怒られちゃうけど、はい、やっぱり日本だけでっていうのとは、うん、やっぱりね違いますよね、うん、そこのところで、もっともっと海外も一拠点じゃなくて、はい、あっちもこっちもあったりするとか、ね、違う、ね、マルタ・アルゲリッチさんっていらっしゃるじゃない、はい、すごく仲良くさせていただいてて、ブリュッセルのベルギーの、そうですよ、ね、ブリュッセルのマルタさんに遊びに伺ったことがあって、うん、猫いっぱいね、猫いっぱいいるんですか。そうで、やっぱお手伝いさんがいたりして、うん、でその方今夜のマルタの、ね、おかずなんていうの見せてくれたりとかしたりそういうのもあったし、それからパリにもね、うん、素敵なお家がある、うん、でそこも伺ったことがあるの、そうなんです、そうなんですか。だからね、やっぱりね、本当に音楽の家の方とねコラボレーションになったら、うん、チェロともぜひ何か機会があったらやらせていただきたいですわ、ね、ぜひぜひ、ね、やっぱり僕も今までね、あれは西洋のフラワーアレンジメントという、ね、ジャンルだったとは思うんですけれども、でもやっぱりこう、ね、そういうお花と のコラボレーションって華やかになりますし、それだけじゃなくてやっぱ、ね、僕はそのお花、まあ、華道であったりとか、そういうお花のこう生ける作品に対してもうどこまでも美しいというか、常にこう美があると思っていて、で音楽もね、いろんな感情をこうその作品の中に投影しているとは言いつつも、やっぱり根底にはね、こうエレガントであって美しいものであるっていうのがね、はい、あると思っているので、なんかね、そういうものができたら嬉しいですよね。やっぱりね、ビジュアル的にね、うん、どんどん変化していくっていうお花を生けていくと、うんうん、もちろん舞台にね、ポンとあるっていうね、はい、コンサートってたまにあったりしますけど、はい、そうじゃない、1本が10本になり、うん、それからまたね、30本になりで1つね、色彩が増えていくっていう、うん、
それはまたちょっと面白いね、世界なんじゃないと思いますよ。作品がこう進んでいくのと、ね、はい、そのお花が完成していくっていう姿と、ね、こうリンクしていくこともできると思います、ね、ね、それはやっぱりあの音楽家の方がね、はい、一晩のプログラムをね、はい、考えますでしょ、はい、でも最初の一曲ってやっぱり何が出るのかなってね、うんうん、どんな風になるのかなってね、うん、すごくワクワクしましたでしょ、はい、でそれからだん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 とね対局になったり、うん、メインのものになったりで最後にアンコールっていうのがね、はい、またね、うん、あってね、なんか余韻がね、楽しめて、でまたもうぜひまた行きたいってね、うん、で CD もね、はい、あの必ずねあの買わせていただいて、サイン会もまたやっと今ね復活したからよかったですよね。そうですよね、もう、ね、本当にだからそういうのがやっぱね、一つのそういった工程がやっぱね共通する部分もありますし、やっぱこれはやっぱりコンサートに伺わないと、はい、ね、味わえないですよね、うん、もちろんCD だなんだかんだってね、はい、配信だってね、うん、今ねお家でもね聞かせてもらうっていう楽しみあるけど、うん、やっぱり生っていうのは違いますね、ほんと違うんですよね、はい、アンコールだってね、うん、毎晩ね、うん、例えば2日3日ね、はい、同じプログラムでってあのホールこのホールって言っても、うん、やっぱその方がその日の気分で変えたりとかなさるのもすごく面白いしね、うん、あれって今日ああいう具合なのにね、明日になると思ったらちょっと違うんだろうなとかね、うん、そういうのってね、そうですね、やっぱそこは気分で変わってくる部分もありますし、うん、はい、そのお花をこう創作というか生けるっていうのは、はい、やっぱり孤独なもんなんですか、それともなんか僕たちはやっぱ自分たちでその、まあ、部屋で一人で鍛錬をしてっていう時に出てくる、こう自分の感情とかベクトル気持ちの、はい、ね、向き方っていうのと、うん、やっぱお客様をこう前にして舞台で立ってっていう、うん、そういったところで出てくるものっていうのが違ったりするんですけど、これね、はい、絶対音楽家と同じだと思うんですよ。同じですか。なぜかっていうと、うん、まあ練習っていうのはね、孤独になさるわけじゃない、はい、で自分一人でお花をね、生けるっていうのももちろんありますし、うんうん、はい、でその花というもの自体が自然が生み出したもう2つと同じものはない、そこなんですよ、命のある二輪と同じものないんですよ、茎違ってたり、ね、大きさ違ってたり色の配分が違ってたり、枝なんか特にそうですよね、同じ枝なんてないんですよ。そうですよね。それをやっぱり、ね、自分で、ね、出会ったものを、ね、器と合わせてどういうこの空間に合わせることがいいかなっていうのをね、まあみんな人それぞれ表現方法違うと思うんですけども、はい、それをもうビシバシと、ね、迷わず決めてく、判断がねすっごい早くなりましたね。あ、だって迷ってたらね、お刺身と同じでどんどん腐っていっちゃうのも、うんうん、確かに生だから、うん、そういうもんなんですよ、うん、もうパキッパキッパキッって、もうだからねもう決断が早いんですよね私ね。あ、何でもそう、家買うんでもそう、何億何十億の家買うんでも決断早いんです。パッパッパッ、もう買い物行く時でも、はい、ここからここまでパッと、はい、もうパッパッ、もう何でもそう、人でもそう、ちょっと話してて、あ、これダメねって、はい、さよならって、ちょっと、じゃあ、かろうじて大丈夫よ、僕は大丈夫ですか、かろうじて、もう何度もお会いしてこうやって仲良くさせていただいてるんだから、こんな何をそのこがんごしいこと申し訳ございません、もうそういうのあるのよ、だって。いやでも、ね、不思議なもんですよ、面白いですね、だって決断って大事でしょ、はい、音楽、ね、なさってらっしゃる時でもね、はい、そうですね、ちょっともさっとしてるともう遅い時は多いですよ ね、だってコンサートでね、はい、どんどん、ね、進んでるんですもんね、はいはい、オーケストラなんかでさ、なんかとてもない音とか出たりとかしません？いますね。なんかイラッととかします？イラッとはしんどうでしょうね、コンチェルトとかさここを聞かせなくちゃいけないんだぞみたいな時にさ、プーフとかとか、あ、ちょっとそれ楽器がだんだん分かってきちゃうんで、それも、あ、そう、はい、あ、そうね、どの楽器かなみたいな、ね、そういうのあるんです、ピアノコンチェルトとかね聞いたりするとかね、そういうのここ見せ場でしょうかとかっていうところ ね、ちょっとあったりとかするんですよ、はい、ありますね